はいおはようございます、えー、今日は5月10日土曜日ですね僕が気になった AI ニュースをピックアップして共有していきます今日は7つありますはいでまた最後にコメントを紹介させていただきますので最後までお付き合いよろしくお願いいたします今回も最近マジで Google さんのアップデートがめっちゃ多いんですけどえっと一つ目がですね Gemini 2.5 Pro が無料ユーザーでも使えるようになったっぽいです これ僕ちょっとね、確認をしてないんですけど、結構ね、たくさんポスト見かけるんですよ。なので、まあ、あの、無料ユーザーがこのジェミン2.5プロをね、あの、Google AI スタジオ以外で使える環境が出たっていうのは、すごくいいことだなと思ってます。回数制限がどれぐらいあるかはちょっとね、わからないんですけど、まあ、ひとまず1回2回試すのは多分余裕でいけると思うので、 ま,あまだね、契約してないけどどうかなって思ってる人は、まず試してみるのがいいんじゃないかなと思います。このジェミニの UI の方で使ってみてっていう体験もね、結構重要なポイントだと思うので、はい。これはなかなかすごいですね。なんか無料開放系がすごいですよね、Google さんは <laughs>。はい。っていうのが一つ。で、もう一つ、二個目。二個目のニュースは、これもね、ちょっとね、楽しみなんですけど、 あのジェミニの方であの音声要約機能が使えるようになるっぽいですね。だからそのノートブック LM のオーディオ概要機能が好評だったことを受けてっていうのであの、まあ、これ企業向け学生向けみたいなんですよ。であの僕今朝ちょっと一回だけその、えっと、ディープリサーチをした後のものを あの要約をさせようとしたんですねえっとどれだっけなこれか音声概要生成っていうのがあのディープリサーチのこの右上のところにここにあるんですけどこれやったらまあ結局今はできないんですけどあの昔の,その日本語対応する前のノートブック LM みたいにこれは英語のみの音声生成ですっていうなんかポップが出るんですけど それが一瞬出たんですよそれが一瞬出てまあで結局こうバーッとあのテキストの要約になってで今だと読み上げるっていう本当ただの機械音で対応はしてるんですけどこれがもしかしたら普通にあのノートブック LM みたいな音声要約になる可能性がありそうなあの動きをしました <laughs>。もしかしたら来るかもしれないなと個人的には思ってたり楽しみに してたりすするとこですただまだ分かんないので期待はしない方がいいですけどねひとまずはなんか企業向向けけとか学生向けにこれを入れていいくらしいです、はい、これでも実装してくれたらなあの、ね、結構僕の,そのチャンネル見てくださってる方とか、まあ、僕自身もそうですけどこのディープリサーチをしたはいいけどなんかこう消化しきれないんだよなっていうところにまたちょっとこうなんだろうな希望が見えるかなと思ってます。はい というのが2つ目ですね。で、3つ目、3つ目もジェミニの話で、えー、と画像生成と動画生成のバージョンが上がるっぽいです。で、これがあの5月の後半、ま、末ぐらいにある Google.io というあのイベントで発表されるんじゃないかと言われてますね。で、i m a g i n 3 5と Bio3 が公開予定。いや、やばいっすね。だって i m a g i n 3と それこそ動画に関してはビオ通貨にだけでも相当今クオリティ高いじゃないですかそれがもうアップデート来るのかっていうこれは面白いっすねこれは面白いっすよねでノートブック LM もあの動画概要がねあの機能として実装されるかもみたいなことを言われてるんで美容3を使ってなのかなとか やばいっすね。今月末はちょっと Google さんの発表をマジでどでかいのがぶち込まれるかもしんないですね。はい。というのが3つ目です。で、4つ目も Google なんですけど、これは Google Workspace の話っすね。あの、ビジネスプランとかエンタープライズプランのユーザー向けに、あの、Google Workspace に、これっすね。えー、っと、さっきの、これか。 Google Beatles、まあ、この動画を生成できるやつがあるんですよ。これの、なんかね、クオリティが上がりましたっていうやつですね。これ僕まだ試してないし、確認もしてないんですけど、まあ、今までよりも動画が作りやすくなったりとか、クオリティが上が,上がってるらしいので、まあ、これはこれでまた一つ選択肢として出てくるかもしれないですね。うん。だから Google Workspace の方もちょっとずつ、 バージョンアップをしてていってますね面白いっすね <laughs>。これは <laughs> 本当に面白いなと思います。Google さんの最近のアップデートのんだろうな。レベル感とその数がやばいっすね、まあ。リリースしてるツールの数も多いからっていうのはあるんでしょうけどね。はい。という感じで、前半4つはもう Google だらけですね。で、まだこれからも続くって考えると熱いっすね。いや、Google は今来てますね。はい。 で、えー、と5つ目は、フィグマですね。はい、これも、なんかね、相当話題になってるんですよ。昨日コメントでいただいて、フィグマのアップデートもすごいですよっていうのをいただいて、でちょっといろいろ見てたら、この方がね、すごく綺麗にポストでまとめてくれてて、もうこれをばーと縦に全部見ていけば、どういうアップデートがされたかっていうのが、もうほぼほぼ網羅的に、あのキャッチアップ。 で、きると思いま Figma に関しては僕も全然そのデザイン系のツールなので、あの詳しくないんですけど、ただ、結構ね、喜んでる人たちが多いんですよね。特にこの Figma、Figma シートズシートかなっていう感じで、 作ったやつをそのままウェブサイトとして公開できる機能が登場しましたっていうのでこれこれがねなんか一番話題になっている印象ですねはいであとはそのケイトさんがね動画で上げてたんですけどあのジェンスパークで作ったあの AI スライド、まあ、プ,レプレゼンスライドを Figma に持っていってその HTML を Figma で編集するっていうのがすごくいいようで公式もね挙げてたし そういう意味では、ちょっとフィグマの使い道も結構ね、出てくるのかなって、はい、思い始めてます。アップデートだらけっすね。で、6個目。六個目は V0 です。V0 もなんかね、どうやらアップデートをするらしいっすね。はい。GitHub と同期するとか、データベースをそあの統合しますよとか、AI を活用した画像生成とか、V0 もね、本当 一時代を築いたというかあのもうデザインするなら V0 だろうっていう時期があったんですけど最近全然話聞かなかったんですけどまあここですごい大型アップデートをしてまたねグッと派遣を取るまではいかないかもしれないですけどまたグッとね名前が上がってくるようになってきたら面白いですよねはいこれも楽しみですねで最後7つ目 7つ目はディープシークの話ですね。だから API のサーバー拡張が完了して開発能力が向上しましたっていう話とあとはディープシークの V4 のトレーニングもしくは開発がもう開始されてるんじゃないかっていう話ですね。 ディープシーク R2 がまだ出てない中で、まあ、ディープシーク、えー、V3 か、V3 はもうね、クオリティが高いよっていうのは言われちゃってますけど、ただ、ちょっとね、クエンに食われ気味な部分もあったりとかあの、個人情報が流出したみたいな事件でちょっと炎上したりとか、もろも,あるも,ろ,もろある中で、まあ、どう巻き返してくるかっていうのは楽しみですね。まあ、ディープシークショック再来かってい、ね、うずっと期待はされてるので、 はいまあ、こういうなんかあの、なんていうんですかね、もともとはやっぱり目玉のモデルだと思うんで、そこのニュースっていうのもやっぱり面白いですね。はい、という感じの7つのニュースになりますね。最近なんかやっぱ Google さんの勢いがやばいですね。やばい,、はい。これはちょっと楽しみです。で、ここからはコメントを紹介させていただきます。 えと昨日の僕の,あのジェンスパークの AI シートですね、スプレッドシートを作ってくれるっていうあの動画にコメントをいただいたんですけど、えー、ケイトさんの YouTube で質問の書き込みをしたら教えてくださいました。で、えー、と確かに動画でも触れているけどエス、エクスポート見当たらなかったけど、エクセルファイルや CSV でダウンロードしたいので、リンクを作成してくれとプロンプトを投げると実行できるとのことでした。詳しくは引用しませんが、ケイトさんの 動画を覧覧して閲覧してて閲くださいといととうことですねはい、ありがとうございます。わざわざ確認をしていただいてありがとうございます。僕も自分の動画を撮った後で、まあ、夜家に帰ってから、ケイトさんの動画をまあ見つけてというか、あのキャッチアップしてみたんですよで。確かにケイトさんはあの、ちゃんとエクセルファイルダウンロードができてました。で、僕も今朝試したんですよ。今朝試したらいけましたね。 は <laughs> いけました。ちゃんとあの、本当に確認をしていただいた通りに、えー、っと、これじゃないこっちか。はい、こんな感じで、Excel ファイルや CSV でダウンロードしたいので、 リンクを作成してって言ったらちゃんとリンクが作成されてでこれを押したらあのちゃんとダウンロードできましたはいで今ダウンロードが完了してこれですねはいこ,ここに CSV データとして入ってるんででこれを押すとちゃんと CSV に XF ファイルになってますね。で、文字分けもしてないんで、これならできるかなって、はい、確認が取れました。まあ、なので、えっと、この情報は、えっと、僕のその昨日あげた動画の概要欄に、あの、追記で記載してお,きおこうと思ってます。はい。確認していただいてありがとうございます。めちゃめちゃ助かりました。はい。まあ、ただ、基本、基本的には、僕としては、デフォルトの機能として、 あのエクスポート機能をつけてほしいなとは思いますけど、まあ今のところそれがないので、まあ一回ね、タスクを投げて、あのプロンプトを入れてねあの、ダウンロードリンクを作成してくれっていう風にやれば、シートはレあのエクスポートできるってことですね。はい。ありがとうございます。助かりました。はい。という感じで今日が7個のニュースとコメントを紹介させていただきました。 で今日の、えー、と5月10日、今日ですね、今日の夜の8時からライブ配信をしますので、ぜひ参加していただけると嬉しいです。あの僕の YouTube の、えーと、あれはトップページで言っていうんですかな、ね、チャンネルページの,あの投稿っていうテキストをなんか投稿するところにリンク貼ってるので、ぜひそこから参加していただけると嬉しいです。お待ちしております。はい、というわけで以上です。